家庭行かない？行かない。付き合い悪いの。先生に見つかったら怖いでしょ。おいしいケーキの店が見つかったんだけどな。行かないって言ったら行かない。ケーキバイキングで食べ放題なんだけど。行く行く。単純っていうかなんていうか。だって食べ放題でしょ。これは行かなきゃ。そうだけどね。早く行こう。ケイ、まだなの？確かこの辺りだったんだけど。迷ったの？迷ってないけど、分からなくなっちゃったかなって。それが迷ってるの。まあ、ブーブー言わない。ブーブーブー。殴るわよ、あんた。ちょっとちょっと、彼女たち。無視よ。そんなに怖い顔すんなよ。一緒に遊ぼうよ。痛っ。ちょっと手離してよ。やだ。人が離してって言ったら離してあげなさいよ。一緒に行くまで離せない。何言ってんの。私たちはそんなんじゃないの。もっとバカな女の子に声かけたら。自分たちと同じぐらいバカな女の子に。なんだとこいつ。痛い目に遭いたくなかったら一緒に来いよ。痛い目に遭いたくなかったらさっさと帰って。面白いこと言うね。僕のこと持ってほしいな。じゃあリクエストにお答えするわ。てめえいい根性してんな。容赦しねえぞ。さくら。大丈夫よ。この男のパンチ当たりっこないわ。今度はこっちの番よ。そっちも行くよ。てめえこの野郎。男って野蛮ね。さくら、あんた。さっきはびっくりしたな。そう？そうじゃないわよ。あんたいつの間に空手なんか習ってたの？習ってなんかないわ。自分でやってるうちになんとなくね。空手に興味があったわけ？話せば長いんだけど。いいから話して。3ヶ月ぐらい前ね、私一人で中華街に行ったの。一人で何をしに行ったの？テレビで見たお店を探しに行ったんだ。何のお店？中華バイキングのお店。はいはい。その時ちょうど今日みたいに絡まれちゃって。あんたすぐ突っかかるからね。うるさい。それで私が歩いてたんだ。するとね、